少し雨が降ってきそうな、そんな空模様になってきました。愛知県豊田市の豊田スタジアムです。2021明治安田生命 J1 リーグ第25節、名古屋グランパス対アビスパ福岡の一戦です。では名古屋のスタメンです。ゴールキーパーランゲラック、今日が33歳の誕生日です。ディフェンスラインは右から成瀬、中谷、キム・ミンテ、吉田、長澤と稲垣のボランチです。今日は右に森下、左マテウス、トップ下阿部、ワントップ柿谷と予想しています。またこの辺りは確認していきます。そして金崎がサブ戻ってきました。今シーズン初めてのベンチ入りです。アウェーのアビスパ福岡です。ゴールキーパー村上、ディフェンスラインはサロモンソン、奈良、グローリー、湯沢、そして中村と前のボランチ、右金森、左が田辺、そして山岸とファンマの2トップ。ベンチには渡りが5試合ぶりに入っています。おっと、ここで森下が抜けます。阿部が入ってくる。森下抜けて、森下シュート、村上止めた。今日左サイドで抜擢をされました、はい、森下、まあ、ここ入れ替わっていい突破ですね、まあ、ここも落ち着いて、こう中阿部しかいなかったんで、もう少しこう時間かけながらチャンスを狙ったんですけど、自分で行きましたね。低いボール、阿部が構えている。まあ、いかにそこに供給できるかというところもやっぱり福岡にとっては大きいでしょうし、はい、さあ左サイド、湯沢からのクロス、うん、後ろファンマー、阿部から柿谷、追い越したいですね。そうですね。さあ森下が来ました、うん、そして柿谷は、柿谷自ら行きます、うん、コース変わって、フローリーに当たってコースが変わってコーナーキック。直接行って、うん、ランゲラック弾いた。壁に当たらず、まあ、ゴールの左サイド。今のプレーでも競り合った時にちょっと、うん、あのフラストレーションが溜まっていそうな、そんな動きしてましたから、あっと粘った森下、中央、柿谷、自分で行ったサイドネット、最後は村上も当てました。いや、ここ粘りましたね。体勢崩しながら相手のね、チェックしっかりかわして、はい、でも1対1これ勝負のスペースもできましたし、まあ、ちょっと最後角度なかったですけど、積極的に狙いましたね、ニアサイド、はい、シュビルツォクが阿部に代わって入ってきました。サイド変えて森下、吉田、前、守備不足、変わって守備不足、右足シュートー、決めた。守備不足が決めました。来日リーグ戦ではこれが初ゴールとなりました。公式戦2試合連続、これしっかり相手が来ているのを見て一回外して、前向くの早かったですね、はい、2タッチ目で、はい、中央シュミルソク、近いところ柿谷シュート、村上止めた。振り返りざま、すぐさまシュートを放ちましたが、村上の見事なシュートストップ、はい、ここでフルークスの左足入ってくる、グローリー、その前でパンチング、ランゲラック、ただこぼれ球に杉本から、グローリー、フリーでしたけどね、今前田が走って、前田、
中央守備不足、うん、前田残せるか、ゴールライン割りました。サラモンソンが呼んでいる。サラモンソンスペースに前、クルクス、クロスボール入ってきて山西、いい崩しからのサードクロスでしたね。はい、まあ、ここしっかり体ぶつけてマイボールにして、前線へ守備不足、いいボールが入りました。守備不足かわして、あーっと、最後は奈良がよく戻りましたが、はい、そうですね、まあ、ここもオフサイドにならずにしっかりハーフラインから出てますし、はい、タッチ終わりました。クルークスが杉本、まあ、稲垣です。ここで試合終了のホイッスル。名古屋リーグ戦2連勝、公式戦では3連勝、そして3試合連続の1対0、得意の宇野ゼロ勝利、ホームで勝利を挙げました名古屋です。